さんこんばんは。日和スタイリングマハメグです。日和スタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。今回は骨格ナチュラルタイプと顔タイプをどんな風に融合すればおしゃれに見えるのということをお話しさせていただきます。骨格ストレート編、ウェーブ編は前回の動画で公開させていただいておりますので、そちらの方をご覧になってください。それでは本日の動画スタート。ではまずナチュラルタイプの方に大事なポイント、1つ目は体の骨格を隠していくオーバーサイズがおすすめです。体の骨格のラインがしっかり出てしまうとカクカクした印象になってしまいやすいので、バランスよくスタイルアップするにはこちらを隠した方がスタイルアップしていきます。そして2つ目は膝を隠すということですね。皆さんが思っている膝の部分がちょっと違う方が多いんですけれども、膝が曲がる部分の下にある膝のお皿と言われている骨が他のタイプの方に比べると非常に大きく前側に出っ張っているという状態になります。そうするとスキニーパンツなどを履かれた時にそこがボコってなってしまうと足が曲がったように見えてしまうんですね。それが足が少し短くなって見えてしまう原因になってしまいますので、足の骨が出ない部分まで長さを出していただけますと足がスラッと長く見えるタイプになります。そして3つ目はツヤのない天然素材の生地がおすすめになります。骨格に合わせていくとなっていくと、あまりツヤツヤして張りがあってという生地がすごく苦手になってしまうんですよね。ですのでカジュアル素材と言われているツヤがない素材だったり、凹凸がしっかりあるものだったり、編んでる感じが分かるものっていうのが非常に得意になっていきますので、この3点をぜひ守ってみてください。それでは顔タイプの子供タイプにおすすめのものをご紹介させていただきます。子供タイプのポイントは選択できる生地です。これはナチュラルタイプとイコールになってくるので非常に分かりやすいと思います。選択ができる生地だったりとか天然素材のものっていうのが非常に得意になりますので、ここはあまり違和感ないのかなっていう方が多いですよね。そして2つ目はオーバーサイズのサイズ感です。これもナチュラルタイプの方非常に得意ですよね。なのであまり違和感がない方が多いかなと思うんですけれども、どのぐらいオーバーになっていいかっていうと、メンズサイズを借りてきて着ても似合うよっていう方がほとんどになっていきます。そして3つ目はローヒールの靴で合うお洋服を選んでいくのがポイントになります。子供タイプの皆様はあまりヒール靴得意ではないので、ローヒールの靴で合うボトムを選んでいくとバランスよくなっていきます。膝の少し長めの丈でも、ミモレ丈になってくるとどうしてもローヒールって苦手になりますので、だったらロングの方がすごくハマりやすくなっていきます。そして大人タイプのポイントは、大人タイプが得意なのはズルッとした高密度の生地というふうに言われているんですが、ナチュラルタイプの皆様は高密度の生地であまりツヤがないものがおすすめになっていきます。網目がすごく細かいものだったり、表面が硬いもの、アイロンが必要な素材っていうのは大丈夫なんですけれども、すごくツヤツヤしてくるとイメージとそぐわない方が多いですのでご注意ください。そして2つ目はピタピタしすぎないジャストサイズがおすすめになります。子供タイプと違って借りてきた大きな男性ものとかは似合いにくくなってしまいますので、もともとレディースサイズでオーバーサイズに作られたもの、そして自分のサイズに合わせたものは大丈夫です。ぜひそんな風に選んでみてくださいね。そして3つ目はハイヒールが似合うボトムを選んでみてください。ハイヒールを履くとなるとあまり短いパンツとかは履かないと思うんですよね。丈が少し長めになったりとか、裾が広がるようなデザインだったりとか、ちんとしたイメージのものがとてもよくお似合いになりますし、スカートもあまり広がらないデザインが多くなっていきますので、ナチュラルタイプで生地たっぷりでも得意だよっていう風に説明を受けた方に対しても、少しお時間のあるものを選んでいただけますとうまく似合っていきますので、ぜひそんな風に試してみてください。いかがでしたか。骨格ナチュラルタイプの方が取り入れてほしいポイントは、体のフレームを隠すことは共通点、そして生地はナチュラル素材でツヤツヤしすぎないっていうことは共通点になっていきます。そして膝を隠すのは
子供タイプでも大人タイプでも共通点になりますので、ぜひそんな風に選んでみてくださいね。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画が面白かった、ためになったっていう方はぜひグッドボタンやコメントお待ちしております。そしてこの動画へのリクエストは動画下のコメント欄の方にぜひリクエスト書いてくださいね。骨格ストレートタイプ、ウェーブタイプに関しましては前回の動画で公開させていただいておりますので、ぜひ概要欄から飛んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。